こんにちは、デクムセです。本日は法則大好き、ニコライ・ハルトマンのカテゴリーと階層の法則の話です。 はい。では、ニコライ・ハルトマンですが、ドイツ人の哲学者で、最も重要な20世紀の刑事上学者の一人とみなされていますって言うんですよ。そのニコライ・ハルトマンをですね、日本人の哲学者ミキ、三木清はこういう風うに言ったんですよ。彼の講義は芝居がかっていてまるで手品師のようだが、内容は鼻肌千白。それに彼の取り澄ましたもったいぶった態度はどうだ 下宿屋の親父に話すと、この下宿屋っていうのはドイツの下宿屋の親父ですね。に話すと、奥方にあなたは最高の哲学者よと言ってもらってるんじゃないかと言って笑っていたよって言うんですよ。すごく嫌いなんですね、どうやら。で、次にもう一人の哲学者、西田喜太朗先生はこういう風に言います。精神がない。 おいどうしたと。なぜこんなことになったんだ。ということで、ニコライ・ハルトマンの哲学をざっくりとですが見ていきましょう。まずこれです。自体存在者。これは、まあ、この世界に存在しているもののことなんですが、ハルトマンに言わせると2種類あるんです。まずですね、実在的存在。そして理念的存在です。で、実在的存在っていうのは時空的存在だって言うんですけど、まあ、物理空間に存在しているもんで、まあ、ものですね。で理念的 的存在っていうのは超時空的な存在って言うんですよ数学とかですね論理とかですねここに本質っていうのが含まれているんですねつまりですね理念的存在っていうのは今で言うと情報のことですねそして本質形時上学的本質も情報のグループでしてこれらは全て存在してるんですねそしてですねこの実在的存在とか理念的存在とかこれカテゴリーですねでハルトマンさんはこのカテゴリーを重視 してるんですよ全てカテゴリーがあるんだって言うんですねとなるとたくさんの種類のカテゴリーが水平方向に並んでいるんですがそれと加えて階層性も持ってまして上下があるんですね例えばですね実在的存在っていうカテゴリーはですね無機物っていうカテゴリーがあってその上位に有機物っていうカテゴリーがありまして有機物の上位に 心的なものっていうカテゴリーがありまして、心的なものの上に精神的なものっていうカテゴリーがあるんですよ。で、この4つでできてます。で、このカテゴリーの階層なんですが、もちろん上位のカテゴリーの方が決定権を持ってまして、例えばですね、私たちが何か行動の決定をする場合、まず一番下にですね、因果的決定っていうカテゴリーがあると言うんですよ。で、その上に目的的決定っていうカテゴリーがあると言うんですね。例えばですね、 的に雑草が生えますね農家の人はですねその因果に任せて雑草が生えたままにはしないんですね目的に合わせてね雑草を抜くんですよでもですねこの目的的決定の上位にまだですね人格的決定っていうカテゴリーがあるって言うんですねそれは先ほどの雑草を抜くっていうので言うとですねもしそれが自然農法が好きな人だったらですね雑草もそのままにしとくわけですよということでより高次なカテゴリー が決定権を持つということなんですねその次にですね、これらの別々のカテゴリーの階層がありましてね、これを貫いてる全てのカテゴリーの中にある基礎的カテゴリーっていうのがあるっていうんですよ。それはですね、12組の 対偶関係にあるカテゴリーなんですけど、対偶関係っていうのはまあセットっていうことで、しかもこのですね、原理、具体的なものっていうカテゴリーで説明しますと、原理でなかったら具体的なものではない。具体的なものでなかったら原理ではないっていう、こういうのが対偶関係ですね。このですね、原理と具体的なものっていうのなんですが、原理がなかったらそもそも具体的なものってありようがないでしょうと。で具体的なものがない 原因だったらそもそも原理がないでしょうってこういうことを考えてるわけですよで次に構造と様相なんですかこれも同じようなことですね構造がなかったら様相ってないでしょうって様相がなかったら構造もないですよねでその次に軽相と質量なんですが軽相っていう限定というかね形を与える大元がなかったらその材料だってないでしょうってその材料がなかったら大元だってないじゃないですかっていうまあ、こういうことなんですよそれでこれがですね12組あるんですこれが基礎的カテゴリーって言ってるんですね 一応読みましょうかね。内的なもの、外的なもの、規定、依存、性質、分量、統一、多様、一致、対抗、対立、次元、不連続、連続、期待、関係、要素、組織とかなんですね。それでは次ですが、ハルトマンさんはですね、法則とかいうのがね、やたら好きなんですよ。だからですね、ハルトマンの法則ってもう、 そして、それが本当に法則なのかよくわかりません。ハルドマンさんが言ってるだけかもしれないんですよ。そのですね、ハルドマンさんの法則の中からかいつまんで4つ紹介しようと思います。まずですね、原理の法則。これは、カテゴリーが原理であれば具体的なものを規定し得るっていうんですね。これはですね、先ほど基本カテゴリーの中に原理と具体的なものっていうのがありましたね。原理があるから具体的なものがあるんだと。具体的なものがあるということは原理があるんだ。 とということですねその待遇関係の中にカテゴリーも加えてるってことなんですよ。 だから、カテゴリーがないんだったら、具体的なものも原理もないっていうことを言ってるんですね。次ですが、総決定の法則。その層の具体的なものは、他の方向からの規定を必要としないっていうんですが、これは、あるカテゴリーの中にある具体的なものはですね、他のカテゴリーが規定する余地は一切ないっていうんですよ。そのカテゴリーの中で完結してるってことなんですね。次に、業種法則です。一つのカテゴリー層は、分解できない強固な等 統一的規定を持つって言うんですよ例えば犬というカテゴリーはもう犬以外にないとことですねそれはそうなんですよね次に再現の法則定時のカテゴリーは工事のカテゴリーにおいて部分的に再現するがその逆はないって言うんですねこれはですね犬というカテゴリーはその上位その工事のカテゴリーである動物というカテゴリーにおいて再現することはできるがその定時の犬というカテゴリーの中で他の動 動物をですね再現させることはできんこことですねこんな感じで、ものすごくざっくりとハルダマン先生の哲学を紹介したんですが、三木清先生の気持ちがなんとなくわかるような気がします。てなことで、本日の、いいように言ったら精密と明積、悪く言うと極めて退屈な、ニコライ・ハルトマンの哲学の話でした。ありがとうございました。それではまた次回でお会いしましょう。さようなら。